俺は憎む。そういう社会の時は絶対に許さん。だから何ヶ月もの間この山を追ってきた。そういえば、あなたは自分を許せるんですね。あなたは俺がどう思ってるか聞きたいって言いましたね。ええ。4年間、俺がなぜほっつき歩いてたか、あなたに分かりますか？それはあんただ。あの場合、君は打たざるを得なかっただろう。実にそこまで読んだ。深い罠に落とされたのだ。しかし証拠が何もない。だから君に帰ってきてもらった。土屋さん、あんたは俺を使って石塚を捕まえればいいんだろうが、俺はあんたの操り人間なのだ。ごめんだ。それじゃ俺があんまり惨めすぎる。俺の失ってしまった4年間がね。痛いわ。一人になりたいんです。玲子、君はここのとこちょっとおかしいな。はっきり言うと三上君が帰ってきてからだ。北国の春もゆく日、俺たちだけがしょんぼり見てた遠い雪雲よ。死ぬ気になれば二人とも霞の彼方に行かれた。